えー、それでは高谷隆夫の解説でございます。 高屋高,高雄とも言いますけれども、えー、古今亭のネタで「幾代餅」っていうのがあってこれはほぼ同じような話なんですね幾、えー、代餅の方は「幾代代雄」それで、えー、職人が生産という名前が変わるんだけどほぼ話は同じでこれは昭和の明治三遊亭遠州師匠なんかがよくおやりになっていたそれから幾代餅は男子のライバル新潮師匠がで男子はこの高屋高雄の方を をやっておりました。えー、で、これはですね私のまライバルというか、兄弟子のえー、立川男子、男子のお箱中のお箱なんですね。日本全国どこ行ってもこの荒野高をやって観客を泣かせて歩いてると。 えと私はあんまり泣かせるのがそう好きではないのでえどっちかというと笑いにポイントを置いてでどっかに少しえ涙がっていうのが私はこれは芸の好みの問題ですだから決して断瞬批判をしてるわけではないのですが私はこの話随分変えました。本来はまあ人によっていろいろやり方は違うんですけどもこのお急増に対して心を開くシーンはね、えー 全部言うでしょあの実はお大事っても何でもなくて実はこうこうこういうもんなんですよとそうすると高尾太夫がここからねセリフにならずにね演者の,、まあ、あのセリフふ手がとがきう嘘の多い世の中でもってこれだけ真心である男の人というのを初めて知ったと。で えわちきは来年3月15日年が明けたらえ女房になりますってこうなるんですねでそれがもうみんなやってる形なのですえ、えー、私の師の男子も、えー、セリフは違いますけどそういう形だからなぜ高尾太夫がこの急蔵と書体を持っていいかっていうのはただただ正直もんだからこの一点だけなんですよえでそれがまあ夢物語としてはそれでいいのかなとそこに変な理屈はいらないとは思うんだけどもこれをですね あの、歌手の森口博子さん。で、二人で、え、ラジオを NHK でやってたことがあるんですね。え、で、高尾太夫の、この、小屋高尾の話題になって、どう思うか聞いたんです。え、そうしたらば、もしこれが一アイドルファン、それで、え、森口博子。で、このアイドルのこのファンがね、まあ、オタクですわね。言ってみれね、え、三年の間一生懸命アルバイトしてね、お金を貯めて会いに来たと。 で実は私はあのどことの金持ちでも何でもないと、えー、バイトをしている、えー、一人のファンなんだと白状したらこいつのこと好きになるかって聞いたら許せないっって言ったんですよどんな理由があっても、えー、嘘をついて、えー、お金を貯めて私に会いに来たったら嘘をついた時点で私は絶対許さない女性っていうのはそういうもんだと、ま、ず全員がそうとは限らないけれども、えー、これはおかしいと。 それ聞いた時に「なるほどな」まあ夢物語としてはこの形もありなんだけども、えー、少し乱語にリア,リ,をリアルを求めた場合にうそ、ん、をついて会いに来たら普通は許さねえだろうなこれ何かないかなとそれがヒントになって。 えー、高尾太夫が怒ってこう殴るこれが余計だっていう人もいるんだけどね、えー、歴史的に見て花魁が客を殴るなんてことはありえないでも私は別に歴史を語ってるわけじゃなくて現代を古典を使って現代を語ってるから別に、えーまあ、ドラマチックするためにより怒、えー、ったということでこの殴りも入れるんだけども、うん、あの高尾太夫の気持ちをもっともっと出してみようと。 気持ちの流れえそれで、えー、里言葉というのを使わずお互い裸になって話をしましょうと里言葉をやめてで私に対してがっくりこなかったとか15両は高くなかったって、えー、それを聞くことによって、えー、そこに嘘がないってことをちゃんと発見する、えー、もし少しでも期待外れだとかね15両は高かったなみたいなことがあったらばあこの男はなんだかんだ言って、えーえー、私の心が好きなんじゃなくて の私が好きななだだけなんだそれを見抜くか見抜かないかっていうところに焦点を当ててあそこの演出をガラッと変えたんですねだからこの形で高野鷹をやってるっていうのはもちろん私が作ったんですから私だけでございますであともう一つ最後の「落ちこれはこの楽は「落ちはないのです江戸中の評判になりました高野鷹の一席でございますとでも私は涙より笑いを重視するので「 これだけ笑いが入ってるならばこれも人情話ではなくて、えー、いわゆる落語だと、えー、だから「オチ」をつけようで何かいいオチはないかなっていうのでテーマになってくるのが来年3月15日だから、えー、赤ちゃんができて生まれるのは一体いつだ来年3月15日でスポンこれはもう日本全国いろんなところで私はこの話はやってますけども、えー、このオチをやることによって客が笑いとハッというあのため息みたいな両方がハッ それ,でそれがはまった時には幕がこう降りて降りきっても拍手がこう続くみたいなねこのオチを作ったことで全然お客の反応が違うようよになりましただから古典落語ってはどこまで直していいのっていうどこまでがオリジナルでどこまでが創作なのってよく聞かれますけども著作権がほぼないのでそれはまあ流派によっていろいろと大事にして話っていうのはあるんだけれども基本著作権がないので 直し方はどう直してもいいのですね。 立談春の「高矢高雄」これはもう普通に涙で戦った私は勝ち目はないんだけども花魁の心情を出したそしてオチを変えたえで笑いが多いといったまあ笑いが多いかどうか分かりません無観客でやってるからえ普通は多いんですよこの話をねえあのお客の前でやるとえそういった点では自我自賛というわけではないけどそれなりの価値のあるえ話ができたかなと思っております。今日はこうやたかおの解説でございました